改めまして会場の皆さん、こんにちは。ありがとうございます、愛知県稲山市で活動しておりますわらび学園長です。まずはですね、稲山陶芸祭2日目に、ご来場いただきまして誠にありがとうございます。例年はですね、ホストチームとして審査対象外で演舞しているんですが、お祭りの方に掛け合いまして、今年はですね、我々も審査の一員に加えていただきまして、バチバチの演舞をですね、皆様に、お届けしたく思います。今年はですね、稲山川祭りという、お祭りが題材です。例年ですと稲山祭りを題材にすることが多いんですけれども、稲山川祭り60年前に途絶えてですね、2、3年前に保存会が発足しまして、まあ、コロナ禍の中でもですね、なんとか自分が小学生幼稚園児だった頃にやってたお祭りをもう一度やりたいと、まあ、そういうですね、保存会の方々の、思いと、まあ、我々の思いが伝わり、今年は、川祭りで、作品を作ろう、川祭りで、城の演舞を通じて川祭りを広めていこうと、そういった思いで、もう確定しております。審査となりますので、おそらく踊る、メンバーもですね、見る皆様も、緊張しながら見ると思いますが、せっかくのお祭りでございますので、ぜひとも手拍子うちわで一緒になって盛り上がって、楽しい4分間過ごしていきたいと思います。踊り子人、全員踊ります。どうぞよろしくお願いします。